皆さんこんにちは、オーレック営業部です。今日はスパイダーモアの上手な使い方について動画で紹介いたします。それでは作業前点検についてご紹介いたします。作業の前には必ず行うようにしてください。1つ目はエアクリーナーです。エアクリーナーカバー開けると2種類のフィルターが出てきますので、そちらの方を清掃お願いします。2つ目は防塵カバー周辺の点検です。まずは機械全体に積もった草やホコリなどを取り除いてください。次に防塵カバーやリコイルスターターの周辺の草やホコリを取り除いてください。最後にナイフの点検です。機械を倒し安全を確保した上で作業を行ってください。ナイフに割れがないか、摩耗が進んでいないか、取り付けボルトが緩んでいないかなどを確認してください。次は草刈り時の注意点です。草刈り作業は草丈60センチまで、このくらいですね、このくらいまでで行ってください。また傾斜50度超えるところでは作業をしないでください。作業者は平坦なところに立って作業を行ってください。スパイダーモアの上手な操作について説明します。まずは刈り高さについて、一番上の刈り高さで刈ることをお勧めします。一番上の刈り高さで刈ることで機械やエンジンにかかる負担のが軽減します。ナイフの消耗も緩やかになりますので、ぜひお試しください。それでは実際に、刈り高を高い位置にした状態で刈っていきたいと思います。まずはエンジンをかけていきます。スイッチをオンにしてプライミングポンプを十数回押します。チョークを閉じてリコイルを引いてエンジンをかけます。立ったらチョークを開けます。ナイフを入れます。それでは刈っていきます。作業時には機械がずり落ちるのを防ぐため、進行方向にハンドルを傾け、一歩前に出て作業を行ってください。ハンドルの進行方向側を握って楽な姿勢で作業してください。前進するときは左手、後進するときは同様に右手で作業してください。だったでしょうか。この動画を参考にしていただき、ぜひオーレック製品を使ってみてください。ありがとうございました。